はい、皆さんこんにちは、キョロジーです。今日は、DA62V エブリーの、ジョインですねの、動画レポートです。先日、MC21SWR 前期の、動画レポートを撮ったんですが、今回は、我が家にあるスズキの車、ファミリーカーなんですけども、まあ主に、まあ、母親が乗ってるんですけども、まあ家族へ出ていくときこれ乗っているっていうこともありまして、でまあちょっと今回この動画レポートを、前回と同じような内容で撮っていきたいと思います。まずですね、まあエンジンかけてみるんですけども、MC21SWR と違うのはやっぱりこれ50ナンバーの D、エブリーワゴンとかエブリージョインのデラックスとかだったら、デラックスはちゃうかな。ワゴンとかだったら多分メーター周りが違うと思うんですけども、これはちょっと40ナンバーになっちゃうので、タコメーターとかない、もうシンプルなメーターですね。で、エンジンは、K6A です。ただターボじゃないので、やっぱり音が違うかと思います。では、エンジンかけてみます。はい、すみません、ちょっとオーディオが流れてしまったのでちょっと、止めての撮影をし直しです。で、これも買って8年半で、もう今年の8月で9年目になるんですけども、やはり主に、我が家で動いてたのは、前のアルト君や今のワゴン R 君がやっぱり多いので、あまりこの車乗らないので、8年半乗ってきて未だに36,369キロなんですよね。で、この車は、WR は、まあ中古で買ったんですけども、これは新車で買ったので、それからなかなか乗っていないということがよくわかるかと思います。で、エンジンの方はやっぱり、朝からかけていないので、ちょっと水温も全く上がっていません。で、ちょっと一回エンジンの方もどうでしょうね。ちょっと微妙なとこでしょうか。やっぱりでも距離数的に短いので、WR と違って、やはり、エンジン音の音が、静かなような気もしますね。では、今から、ちょっと、そうですね、エンジンの方を、ちょっと、撮影していきたいと思います。で、エンジンなんですけども、エンジンはここなんですね。よいしょ。すいません。よいしょ。見えますでしょうか。同じ K6A でも置き方が違うので、少しなんか中が違うような感じもしますね。で、ちょっと一回。よいしょ。あんまり。よいしょ。まあ、そんなに動かさないんですけども、こんな感じです。で、こっちの後部座席じゃなく、助手席の方には、オイル交換の時に使うオイルキャップとかオイルを入れるところとか、あとバッテリー、ヒューズなどなどがあります。で、こちらが後ろなんですけども、エブリーワゴンの方は確かこの後ろリクライニングすると思うんですが、この車はリクライニングしません。で、これが、肘掛け、これはいいと思うんですが、リクライニングしないので長距離走行の時にはちょっときついかなと思ったりします。で、この下の方にはですね、リアヒーターがありますので冬場はいいですね。夏はまあクーラー効かない、後ろはないんですけども、まああの冬はぬくくていいと思います。で、次マフラーですね。
はい、すみません。マフラーは、標準です。で、標準なんですけども、まあ一応マフラーカッターを入れて、まあ、そんな感じでやってます。K6A はマフラー変えるといい音するって言われてますので、やっぱりこっちの方もマフラー変えれたら変えたいなと思ってます。で、こちらのマフラーは、修復歴なしということです。で、なかなかエンジンの水温は上がっていないということで、で、前回去年これの車検があったんですけども、その時ですね、ウォーターポンプにちょっと故障箇所がありまして、ウォーターポンプをさらに変えてます。さらに変えてますので、山とか走った時とか、やっぱりエンジンが負荷かかった時に、その冷却エンジンを冷やすことによって水温はそんなに上がらないですね。で、まあこれからも乗っていくわけなんですけども、まああとそうですね、8年半で3万6000キロ台なんで、エンジンが壊れる前に乗るにはあと何年ぐらいいけるでしょうか。で、それに対してまあそのボディの、きれいにしていくとか、ワックス掛けしていくとか、まあその大切にしないといけないなっていう認識がありますね。で、まあエンジン切りますね。で、ここでちょっと余談なんですけども、先日ネットでですね、グーさんかな、グーさんの、グーのホームページの、この DA62V とかエブリィの、紹介ページ見ていたんですけども、この車ちょっと驚くことに、これ本当の情報かなって目を疑ったんですけども、前後の比率がですね、50対50という、話なんですよ。で、50対50言うたら、自分もうロータリー大好きで大好きでっていうのもあって、ロータリーかなって思ったり、ロータリーの間違いちゃうかって思ったんですけども、軽自動車で50対50の比率を実現しているっていうところについては、先日初めて知ったんですけども、やっぱり荷物を積むには50対50の比率がいいのかなと思ったりするんですけども、どうなんでしょうかね。これの前の方になります DA62V じゃない、DA52V ですね、はエンジンが後ろ置きなので、多分比率が50対50じゃないと思うんですけども、この車はエンジン前置きなので、どういう構造で50対50にしたのかちょっとわからないんですけども、まあ、バランス的には優れているのかなと思ったりします。で、これまあ40ナンバーなんですけども、まあ、エブリジョインってことで、ABS、キーレスエントリーで、あとこのエアバッグですね、エアバッグとかあります。で、ここオーディオつけたりしてます。カウツエリアの、まあなんて言うんでしょう、カーショップにて手に入れたもんです。で、あとはまあそんな大して変わったところないんですけども、まあ今つけてるといえばここの、もう10年前になるんでしょうか、ちょっとボケてるかな、ちょっとボケてしまってるんですけど、10年前のこのレーザー探知機、そろそろ変えてもいいかなと思うんですけどもね。次はこういうミラー型、もしくはここら辺につけるような GPS 欲しいですね。で、ちょっとまた最後になるんですけども、MC21SWR と違ってですね、違ってというか同じにですね、この車もアルファ4をつけてます。ちょっとここエアバッグあるんで鳴らしにくいんですよ。このここを押さないと鳴らないんです。ここ押しても鳴らないんです、あまり。まあそんな感じなんですけども、で、あと最後に一つありました。
エブリーワンは多分後ろもパワーウィンドウ付きだと思うんですけども、これはパワーウィンドウじゃないんですね。で、前だけ、パワーウィンドウ付きということで、どうでしょう。結構、グレードの、まあ低い方なんですけど、グレードの割には、まあそう、いい装備ついてるような気もしますね。で、あと一つ、もう最後になるんですけども、MC21S と違っていいなと思うのは、これなんです。MC21S は、キーレスエントリーが、その、赤外線タイプなんですけども、これ離れていてもいけます。で、これを、鍵閉めた時に、やっぱり、いいなと思うのが、いきますね。ウィンカーが光るんですよね。これだけなんですけども、やっぱり、いいなと思ったりもします。で、あと最近悩んでいることなんですけども、このタイヤについてなんですけども、もうこれ4年半履いてるんですね。で、前もだいぶ減ってきまして、まだちょっと水はあるんですけども、来年ぐらいの車検には交換せないとダメかな、しないといけないかなと思ってんですが、このままでジューニーの、6プラを履かすのはちょっと、ゴツゴツ、走行にゴツゴツするような気もするんで、車検の時はこれで通したとしても、日頃乗るにはですね、13-1 の、ラジアルのタイヤ、ホイールセットを入れたいなと思うんですけども、どんなホイール入れたらいいのか、値段との相談にもなるんですけども、ちょっと迷っているところなんですよね。で、あと、さっきここ乗したと思うんですけども、このヘッドライトについてでもですね、新車の時から交換してるんですけども、もうそろそろ Q が暗くなってきているので、それもまた交換に入れていきたいなと思うんです。一つちょっと不思議に思ってるっていうか、疑問に思ってるんですけども、これ、この方に HID つけてる車見たことないんですけども、HID キットって売ってるんですかね？HID なんかしたいなっていうちょっと夢がありまして、ちょっとしてみたいなってワゴワゴも思ってるんですけども、まあまだまだ改造には先が長いということです。で、あ、最後にありました、このミラーですね、電動格納ミラーじゃないんですけども、これこう例めば、ミラーのその何でしょう、角度をずらすことなく畳むことができるので便利です。結構、まあただ、どうでしょう、簡単に閉めることできるので、ちょっと体とか当たったら閉じてしまうっていう難点があるんですけど、まあこれは安全としてやっぱり軽くしちゃうんでしょうかね。まあそんな感じで、この車もまだまだ大事に乗っていきたいと思います。それでは失礼します。